それでは本日のニュースです。先月5月から6月にかけてペンネーム花さん宅の軒下に植えられているミニトマトの花が咲きました。花さんの自宅ではおよそ5年前からミニトマトの栽培を毎年行っていますが、今年のミニトマトの成長過程は一味違ったようです。去年育てたミニトマトの実が裂けるほど大きくなりすぎたため、いくつかの実は土の上に落下してしまったそう。しばらくそのままにしていたところ、なんとそこからたくさんの芽が生え、そのまま成長したとのことです。芽の数は20を超え、想定外の多さにいくつかの苗を新しいプランターに植え替えることになりました。その後順調に成長を続け、現在では支柱を追い越し、推定では90センチを超えたとのことです。例年によると7月から8月にかけて実がなるそうで、花さんはそのまま食べたりサラダにして食べたい、美味しいかどうか味が楽しみと期待のコメントを残しています。素晴らしい、素晴らしいです。だって落ちた実、そこでもうそれからもうそこで命が絶えてしまったと思っていたら、また新たな命につながったわけじゃないですか、はい、もうこれ本当バトンです、命のリレーですよ。なんかその様を目の当たりにしたなっていう感じですね、うん、生命の力強さ感じますよね、うん、竹尾さんいかがでしょうか。いや、こういうなんか毎年こういう偶然の育て方っていうのが広まっていけばいいなと思うんですけども、ちなみにこれだけは言いたいんですけど、はい、トマト新聞紙みたいに上から読んでも下から読んでも同じ文章を回文というんですが、このニュースの感想を回文で言うなら、すくすくトマトクスクスといった感じですかね。クスクスありました。クスクス、あ、クスクス、あ、笑顔にね、笑顔にね。竹尾さんから真剣なコメントが飛び出したところで、金民ニュース終わりたいと思います。